吉田病院は、社会医療法人平和会が運営する奈良県奈良市、西大寺赤田町にある病院。1928年、喧嘩初の精神科病院、あやめ池サナトリウムとして創立、救急国事病院。1996年に新設された、精神科急性期治療病棟の基準を超える、一般科病棟と同じ医師、看護のスタッフ数で運営される。 入院病棟という意味で、スーパー救急病棟にて、スーパー精神救急医療を行っている。公益財団法人日本医療機能評価、機構認定病院、全日本民主医療機関連合会に加盟している。病院概要、吉田病院、2020年5月26日閲覧、救急国示病院一覧、奈良県、 2020年5月26日閲覧スーパー精神救急吉田病院2020年5月26日閲覧病院評価結果の情報提供公益財団法人日本医療機能評価機構2020年5月26日閲覧全日本ミニ連事業所一覧奈良県全日本民主医療機関連合会 2020年5月26日閲覧。AB、奈良医療情報ネット。奈良県。2020年5月26日閲覧。AB、交通のご案内。吉田病院。2020年5月26日閲覧。ありがとうございます。